ディーバハウスは、アメリカ合衆国ニューヨークシュマンハッタンクミットタウンの、パークアベニュー390番地に立つ高層ビルである。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。スキットモア・オーイングズ・メリルの一員、ゴードン・バン・シャフトが設計した、インターナショナルスタイルの製髄とも呼べる簡素な、ガラス箱のような摩天楼で、 ニューヨーク市に建てられた最初のガラスカーテンウォール工法の建物である。全高は94メートルである。1951年から1952年にかけて建設されたリーバハウスは、その形状のみならず中庭や建物周囲のパブリックスペースの存在でも革新的であった。後にパークアベニューに面した。 企業本社のビルの多くがこうした四角いガラス箱のような形状に追随したが、その滑らかで革新的なデザインにかなうビルは存在しない。ミース・ファンデル・ローエがパーク・アベニューの向かいに建てた超高層ビル、シーグラム・ビルディングはほぼ間違いなく、室において同等と言えるが、近くのほとんどの超高層ビルはリーバハウスほど独特の存在感を持っていないと言える。 リーバーハウスは石鹸などを製造するイギリスの科学会社リーバーブラザーズ社の米国本社ビルであった。ユニリーバは長年米国において1930年のマーガリン・ユニー社との合併前に定着していたリーバーブラザーズという名称を使い続けていたが1990年代半ばに名称をユニリーバに統一し米国本部機能もニュージャージー州のイングルーと クリフにほとんどが移転した。1990年代後半には一部の部門がリーバハウスに残っていたが、2004年に完全に退去した。1992年、ニューヨーク市歴史建造物保存委員会は、リーバハウスを市の公式なランドマークの一つであると指定した。しかしその時点までにリーバハウスの当初の輝きは、経年劣化で大部分失われていた。 ビル前面の青緑色のガラスファサードは長年厳しい風雪にさらされてきたことと建設当時の工法や材質の限界のために劣化していた。グレージングポケットの中と周りの炭素光が錆びたり膨張したりしたために水が窓の縦じきりとなるステンレス光の後ろにまで染み出していた。この腐食のため窓の横じきりが曲がり、 スパンドレルのガラスパネルの大半が割れていた。1990年代半ば、リーバハウスは、ドイツの不動産王、アビー・ローゼンが率いる RFR ホールディングスに売却された。彼の下で、買収後すぐさま大規模な改修工事が行われ、建設時のガラスはわずか1%を残して全部取り替えられた。劣化していた鉱材のサブフレームは、 最新式のカーテンウォール工法を応用し、オリジナルと全く見た目の変わらないアルミ製のガラス枠材に置き換えられた。腐食していた縦仕切りやキャップも新しく見た目が同じのステンレス製品に変えられた。ガラスのほとんどもオリジナルとほとんど同じ見た目で現在のエネルギー基準にあったパネルに変えられている。回収計画はビルの中庭部分に 大理石のベンチ群を追加することや、イサム・ノクジの彫刻庭園を建設することも含んでいた。これらは、リーバハウス設計時にあった計画だったが、経費の関係で実現していなかった。改修計画の進行以来、中庭と一階ロビーは、リーバハウス、アートコレクションのギャラリーとして使われることとなった。2005年6月、中庭に、キース・ヘリングの彫刻群、ジェフ・クーンズや、 EV での彫刻と並んで、ダミアン・ハーストの彫刻、バージン・マザーが展示されたが、解剖図のようなグロテスクさに賛否両論が起こった。1階ロビーには他にも様々な美術作品が入れ替えられながら公共に展示されている。リーバ・ハウス・エンポリス、ハット・ナショナル・パーク・サービス、ナショナル・レジスター・インフォメーション・システム、ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズ、ナショナル・パーク・サービス、 2020年10月12日、閲覧、ありがとうございます。